はい、トムです。今日は昨日が終戦記念日で、今日は8月16日で、配信してます。僕のねライブ配信中で、ライブ配信の切り抜き作ってます。昨日ね8月15日で終戦記念日になってたりしますけども、本当はね一番大変だったのは、実はね今日8月16日からだったんだよね。みんなそれ知ってるかな。この8月16日から1週間の間が日本はね壊滅的なくらいの大変さだったの。なぜかっていうと、8月15日に終戦記念日ってねなってるけど、8月15日はねポツダム宣言に多分ね署名しただけくらいなんだよね。でね、実際にまだ、ね、世界としては戦争が終わってなかったの。それでもって、ね、8月15日に降伏しますよってねポツダム宣言にね署名したかもしれないけども、それを署名したからって今まで戦争で戦ってきたね人たちはね全員が全員はい分かりました今日で戦争をやめますってならなかったんだよ。考えてみれば分かるでしょ。実はねみんな知ってるかどうか分かんないけどね、原爆ってね3発目も行こうってことになってたのよ。実際に日本が無条件降伏しなかったらば日本は壊滅させるって、そういうねアメリカの大統領の文書がしっかり残ってる。日本壊滅。それでもって京都に原爆を落っことそうとか、そういうようなね話もあったの。ただねその時にそのアメリカの権力者は日本の京都に来たことがある人で、日本の京都に原爆を落とすのは良くないよと、それはやめましょうと、そういう感じになったんで、だからこそ京都に原爆を落とそうって話にもなってたんだけど、なんとか止めて京都に原爆が落ちることはなかったのね。それをもってマッカーサーがね、要は8月15日終戦記念日を過ぎてもソ連なんかはアメリカとかいろんなところに連絡して北海道の半分くらいまでもらいますよって、それをねアメリカの大統領と連絡し合ってんだよね。そして8月の15日以降も攻めてきてるから北方領土とか全部取られちゃったりしてんだ。なんでね結局マッカーサー、反乱軍の本拠地はね今の厚木基地ね、厚木基地が本拠地でずっと戦争を続けるぞって言ってた。でそれね日本はね世界に言えなかったの、まさかそこに反乱軍の基地があるってことだけど、幸か不幸かマッカーサーがね降り立つのは厚木基地って言ってきたんだよね。23日までに厚木基地に行くから、8月のね、なんでしっかりと準備しとくようにと。それをね日本のねその任命を受けた大使が言って、そんななんかもう3日ぐらいしかなくてね、その時3日ぐらいしかなくて、そこで反乱軍をいなくさせることってできないなって、なんとかその場でそこに反乱軍がいるってことを言わずに、なんだけど26日まで伸ばしてもらう。26日に先遣隊が降りて、それでもって結局のところ9月2日に本当に全ての戦争が終わったってね、調印をするの。この9月の2日までに調印する間に日本はガンガン攻められてたんだよね。まあ、何が言いたいかっていうと、意外とみんな知られてないんだけど、8月の15日は終戦記念日とかってなってるけども、本当に大変だったのは8月の15日以降、マッカーサーとか来た時にまだ反乱軍を説得できてなかったら今の日本はないだろうね。その歴史の裏に本当に命を懸けて交渉してくれた人物たちがいたから、今の僕たちはいる。京都もある、東京も狙われたりもしてたんだけど東京もある、そんな感じだったんだよ。ということで今日もそんな感じでした。